今日もだいぶあれだよね。サイド今下ろしてある状態。多分タイヤつける。わ。こんぐらい。ああ、重て。こんな感じ。あとブレーキ外すとハブがブワーンって音してるもんで。いい感じでゴロゴロ。ハブのベアリングとキャリパーのオーバーホール。とりあえずバラしました。カムレバー式のタイプですね、今回。サイドブレーキが。で、もう今、かなりちょっと動かしたんで、今は軽く動くんですけども、これがもう動き悪くて、あとピストンももう回んなくて、ちょっとバランスの時間かかるんで、撮影ちょっとやめますけど。これ、まあ部品も今、とりあえずは、出るやつは用意してあるんで、片側だけちょっとロックしちゃってるんで、まあ中の方、あとはバラしてみてからのやつですね、いつものように。ピストン今、抜いた状態ですね。ここか。ここだな。ちょっとサビとかもまああるんですけど、こっちロックしてない方ですね。でピストンはちょっと軽く磨いて、穴とかもないですね、特に問題なくっていう感じです。動かすとこれがちょっと動くんですよね。ここのシャフトのところですね。をかましてスナップにリングがあるんで、そいつをで取る感じですね。これが取りにくいんだ。あ、オッケー。これですね。でスプリングとローラーベアリングですねがあります。でピストン側にもシールあるんですけど、このエンドの部分ですね、ここにもシールがついてる感じです。でここからインナーのパーツが、これ1ギメのピンがあるんで大丈夫なんですけど、ここにも1個オーリングが、この辺はあのシールキットの中に全部入ってくるんだよね。であとはレバーのやつを動かすピンですね。こういう感じで動かした時にスライドで動くっていう感じですね。こいつはこれをやる前にやばい方を先にやっといたんですけど、ちょっともう部品発注かけました、すでに。こんな感じですね。でこれ汚れじゃなくてサビですね。もう穴いっちゃってるんで、これはちょっと部品発注です。まあサビちょっとひどかったんですけど、これちょっと中見たらシールの部分、多分そのまま、掃除でいけると思うんで、ここはとりあえずは、まあ、掃除しまくって、錆落としてっていう感じですね。まあ、取るときも、これに関しては大変すぎて、ちょっと、全く動かなくて。シールももう、ガビガビでしたね。もうサビとちょっといろいろ混ざっちゃってました。でもまあ使えるレベルであったんで、まああとはちょっと洗浄やら
修正してなんとかします。よし、じゃあ組み付けいきます。ちょっとね、撮影の都合でちょもうグリス各所塗ってあります。バラす時に全然自分説明しなかったんですけど、組み付け側の逆の手順になるんで、カムレバー側ですね、こいつから組んでいくような感じです。部品点数普通よりもうちょっと多めにはなるんですけど、そこまで多いわけではないんで、カムレバーを落とすピンです。で、中間のピストン、こいつもオーリングついてるんで、裏の方のシールですね、とベアリングがついてます。スプリングとケース、こいつ外すときに圧縮してやる。スナップリングは裏表あるんで、角が立ってる方が止める側になります。必ずなんか雨すげえ降ってきちゃった。できました。あとまあここスプリング本来あるんですけど、そいつをつけて、まあ、あと組み付けて終わりですね。はい、これだな。レバーを動かすとちょっとだけ動くようになるんですね。動きもスムーズなんで、これでまあロックしないでしょうね。はい、作業終わって、今試走も終わりました。とりあえずブレーキの方はもう全然ロックはしてないんで問題ないです。であとハブの方のベアリングももう新品に変えちゃってあるんで、特に問題なくですっていう感じです。今回は以上に